おお思ったよりギシギシすんな、このブランコ。あ危ね。<laughs> 久しぶりにやると楽しいな。あ。おいどうしたなんでもないって。 さっきから真剣な顔して、空を見つめてんじゃねえか。もしかして、あれかなんか、そういう時期中二病的な。そんな見つめたって、光のゲートも開かねえし、ドラゴンだって飛んでないんだぞ。いい加減現実を見つめる年っていうかさ、あ。じゃあなんだよ。 悩み相談。おおいいぞ。こういうのはスーパーカウンセラーの俺に任せろ。はは。こう見えて家ではな、母親や弟だけでなく、猫や金魚ちゃんの悩みにも親身に寄り添ってだ。えな何 なんて言ったこ、告白されたバカ、声でかいってあ、俺かあよ。ごめん。え、うん、ちょ、誰からマジか。あいつ。 この前話した時は、そんなこと一ミリも言ってなかったのに。なんだよ、その顔。迷ってるみたいな。ああ、そうかよ。お前はそんな感じなんだな。あーあ、ああ。 じゃあ、俺も誰かと付き合おうかなあ。ま、まあ、まあ、いいや。じゃあ、俺はもう帰るから。ブランコ飽きたし、そろそろ夜だし。ってことで。じゃあな。 あ、はあ、寝れなくて結局出てきちまった。ああ、あいつ。俺のこと好きじゃないのかな。いや、うぬぼれてたわけじゃないけど、あんだけいつも会ってたし。 いくら幼馴染みとはいえ、てっきり、両思いだと、ばかり。ああ、くそ。ダメだ。もやもやして、走り出して。行くか行っちゃうかもう。あ。 はい。何なんでそんな興奮してんだよ。発情期かあ。あ、悪かったよ。冗談だ。え告白の返事の催促が来たああ。 どうすんのじゃあもうちょい待ってくれって言えよ俺もさ話したいことあるからいや直接言う 明日の放課後、二組の教室で待ってて。あ。もう辞めるわ。もう辞めるって今決めた。我慢しないって今決めたから。いや、こっちの話。 じゃあ、また明日な。ウィース。あ。ああ、気にすんな。このクマはただ、いすいもしてないだけだから。いいんだよ、別に。 あそんなことより、昨日言った話。あ、今誰もいないよな。よし。俺と付き合ってくれ。あ本気。好きなんだよ。 お前のこと。ああ、おい、逃げるなって。ああ、逃げるなって言ってんだろう。怖いことしないよ。へへ。これで逃げられない。 昔から好きだったんだ。ずっと。ずっとだよ。知らなかった <laughs> 他の男に取られるなんて嫌だ。渡さない。俺がもらう。 幸せにするだから俺だけを見てよホントはあよかったあとやべ気ぃ抜いたら眠気が。 <laughs> ダメだよ。今日は記念日だから。もう少し一緒にいよう。